投資領域に関しては、まあ、ジェネラルなファンドなので、はいはい、絶対にここがダメですみたいなことはないんですけど、ちなみに山下さん個人で言うとどういうのが好きっていうのがあるんですか。はいはい、私で言うと今大きく3つありまして、はい、ちゃんとめっちゃ明確にありますスタートアップ投資 TV、 はい、皆さんこんにちは。スタートアップ投資 TV ガゼルキャピタルの石橋です。今回もですね、この番組はヘンゲさんとイニシャルさんにスポンサードいただきながらお送りをさせていただいております。いつも長留さん、千葉さん、お世話になっております。今回からはですね、まあ、見ていただいている、まあ、VC とか CVC の方はすでにお気づきかなとは思いますが、伊藤忠テクノロジーベンチャーズのプリンシパルでいらっしゃる山下さんにご出演をいただきますので、今回からよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もともとはなんだかんだなんかいろんな、まあ、ちょろちょろと飲み会とかでご一緒するケースもあるんですけど、そうですね、はい、あんまりなんか突っ込んで山下さんのお話を伺うことってなかったなと思うので、そうですね、はい、この前の吉祥寺でご一緒した時にですです、思ったより若いっていうことをなんか自分の中で、ね、はい、結構あれ、はい、ほんの素直にびっくりして、はい、意外にもうちょいだから勝手に上の人だと思ってて、老けて見られるで、ね、はい、でもなんかそこら辺のどういうご経歴なのかというところは第2弾でもお伺いをしていこうと思ってますが、はい、今回は第1弾なので、そもそもあの伊藤忠テクノロジーベンチャーズさんってどんな VC さんなのかみたいなところをお伺いをしていきたいと思っているんですけれども、改めてそもそも知らない人いたいと思いますけど、はい、伊藤忠ってどんな会社で、伊藤忠一応冠がついてるので、はいはいはい、なんかそもそもどういう経緯であの VC として始まったみたいなところですとか、どういう規模感でやってみたいなところっていうのは、はい、伊藤忠テクノロジーベンチャーズで ITV っていうのを略して言っちゃいますけど、はいはい、ITV さんどんな機能としてやられてらっしゃるみたいなところ、はい、ちょっとなんか教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。伊藤忠テクノロジーベンチャーズは2000年に、創業しておりまして、はい、もう約25年やってらっしゃるんですね。そうなんですよ。意外とあの古いというか業界ではまあ老舗にあたる会社かなと思います。間違いない。 ITVの、まあ、元をたどっていくとですね、伊藤忠商事 の、はいはいはい、あのまあ、アメリカでの事業っていうところがスタートになって、アメリカからなんですね。そうなんですよ。で当時あのインターネットの走りがけでサンマイクロシステムズっていう会社があったんですけど、はいはいはい、そこの、まあ、日本代理店みたいなものを、まあ、ちょっと割愛するんですけど、はい、あの今 CTC になっている会社がやりましたと。でそれでまあ日本でしこたまさんを売ったというのが、まあ、あのシリコンバレーをシリコンバレーをあの中心に、まあ、伊藤忠ってそういうちゃんと売ってくれる会社なんだっていう認知ができたのが一番最初のきっかけで、その流れもあって、当時そのサンにいたビノッド・コースラさんっていう方がいらっしゃるんですけど、後のコースラベンチャーズのパートナーされてる方なんですけど、その方がサンの後に実はクライナーパーキンスっていう VC のパートナーをやられた時に、今うちのもともと代表してた中野がシリコンバレーに行って、現地の VC エコシステムってどないなってんねんみたいなところをこうまあ調査してくるっていうところから、実はあの ITV が始まるきっかけができたという形で、まあその後伊藤忠商事から結構アメリカの VC で、今で言うとアンドリーセンだったりとかもうそうなんですけど、LP出資を30年ぐらいずっとやってるのもあって、そういう流れの中で1999年にマザーズができたタイミングでよし枯れてやるぞって言ってできた2000年が ITV の成り立ちという感じです。はい、なんで結構ここだけは話すだけでもあるんですけど、確かに、はい、じゃあ中野さんって代表バダの中野さんってもう25年もうとか創業の時からずっと ITV やってらっしゃる。そうですね、創業の時に、まあ、立ち上げメンバーとして入っていて、まあ、その後少し出たり入ったりはあったんですけど、はい、ずっと関わってるという感じ。25年もやられてらっしゃると、まあ、もうすでにもう何個も何個もファンドやってらっしゃると思うんですけど、まあ、足元だとあの何号ファンドぐらいでどういう規模感のファンドでみたいなところってどんなイメージになるんでしょうか。はいはい、2000年の創業からだいたい 4,5 年に1本ぐらい新しいファンドができておりまして、1号ファンドが2000年で、2号ファンドが2006年、3号ファンドが2011年で、4号が2015年、5号が2019年という感じできてまして、実はまだあのちょうど今レイズ中なんですけど、6号ファンドも立ち上がってるということなんで、計6本やらせていただいてます。で大体今まで5号までは100億円弱ぐらいぐらいの感じでファンドをやらせていただいていて、今回まあ6号ファンドはもう少しサイズアップしようということでやっているんですけど、まあ、大枠100億円ぐらいのファンド化の規模で。なるほど、なるほど。はい、大体100億円になると、まあ、いわゆるその投資するスタートアップの方々のラウンド感だったりとか、要は規模感であったりとか、はい、投資チケットサイズみたいなところでどういうイメージになってくるんですか。そうですね、5号ファンドがちょうど100億円のファンド
なんですけども、うんうんうん、実績として投資者数は今26社になってます。なんで、まあ、100億円のファンドで26社なので、まあ、そんなにこう数が多いかって言われると多くはないかなというところでして、なので、まあ、我々のファンドとしてはアーリーメインで、うんうん、もうちょっとリードメインで1社あたりにしっかり投資をしていくっていうやり方になっているので、実際に26社のうち15社に関しては、うんうん、いずれかのラウンドで、まあ、入った時なのかその後なのかっていうのはあるんですけど、はいはい、リードをしたことがある会社ということで、まあ、残り3割5分はリードはしたことない会社になるんですけど、まあ、アーリーステージリードみたいなところが我々の一番こうスイートスポットみたいな感じにはなります。なるほどですね。伊藤忠という冠がついているとどうしてもじゃあ何かしら相性がいいので 2B 系のスタートアップなのかなとも思ったりもするんですけど、はい、何か領域だったりとか、まあ、ビジネスモデルだったりとか、はい、フォーカスしているものってあられるんですか？投資領域に関しては、まあ、ジェネラルなファンドなので、はいはい、絶対にここがダメですみたいなことはないんですけど、極端に言うと伊藤忠さんと全然シナジーないとか相性なくても、まあ、そもそもピュアな VC として全然投資できるって感じなんですかね？はい、そうですね、はい、おっしゃる通りです。ただまあ比較的 B が多いよねっていうところはあったりとか、はいはいはい、結果論としてって感じですかね。まあ、そうですね、はい、あったりとか、まあ、最近はディープテックとかバイオとかも結構やってるので、すげえ、はい、よりこ うジェネラルにやらせていただいてるかなって感じです。へえ、逆になんかじゃあ他に注力してる領域とかマーケットとかっていうのは存在しないって認識でいいんですか？明確に会社としてここにフォーカスしますみたいなことはないです、はい、基本的には広くっていう感じ、うんうん、あとはもう担当者ベースでここら辺を中心にってそんな運用にはなってます。ちなみに山下さん個人で言うとどういうのが、まあ、マーケットなのかビジネスモデルなのかどういうのが好きっていうのがあるんですか？はいはい、私で言うと今大きく3つありまして、はい、ちゃんとめっちゃ明確にありますね。まあ1つはまあ投資もさせていただいたんですけど、はい、フィンテックの領域がもともと僕が金融の舞台にでやっていたってこともあってやってるっていうのが1つと、あとは2つ目ヘルスケア、へで3つ目が、まあ、いろんな意味での脱炭素っていう、ほういろんな意味での脱炭素、まあ、広い意味での脱炭素っていう、まあ、3つ自分の中では今方向されるような形ではやってます。ちなみになんかそれぞれの領域で、まあ後でまたお伺いします、あのファンドとしての事例でお話しいただくかもしれないですけど、なんか代表的な投資先とかっていらっしゃったりするんですか？そうですね、フィンテックでいくと多分皆さんご存知のところだとアップサイダーさんだったりとか、はい、あとはファンドさんだったりとか、あとまたちょっとお話しするかもしれないですけど、直近だとヨイさんとかはフィンテックですね。でヘルスケアとかになると架橋さんだったりとか、あそういうことか。でももっとこうディープなあのシンプレックスクオンタムさんとかそういうのもありますし、脱炭素銘柄みたいな形でいくとちょっとまあ広くいくと今のファンドの投資先だとエニキャリさんっていうラストワンマイルのまあやってる会社さんだとかもありますし、直近私担当したサークっていうセンサーの会社もあるんですけど、はい、めちゃめちゃあの知らない方多いんですけど、いわゆるセンサーの会社だったりというとこもあったりとかって感じです。本当になんか、まあ、山下さんとか他のプリンシパルキャピタリストの人たちの好みはあれど、本当にファンドとしてはジェネラルに、そうですね、はい、でアーリーで、まあ、基本はリードが多いって感じなんですかね。そうですね、はい、大体なんか最初のエントリーするチケットサイズとか金額って大体どんなもののイメージなんですか？はい、シリーズ A ぐらいでいくと、まあ、大体そのラウンドサイズ感的に3億円調達しますとか4億円調達しますみたいな会社さんが多いので、大枠それのリードだったら半分は持ってくれよっていう形なので、まあ、平均 1,2 億円でスタートさせていただくことが平均すると多いかなという感じです。まあ、もちろんケースバイケースで3億から入って始まってることもあれば、4億から始まってることもあると。追加投資みたいなところは割とやられるんですか？基本的にはまあ数も少ないので、はい、もう投資したらしっかり追加投資していくっていうようなスタンスでやらせていただきます。ありがたいですね。逆になんかリード投資だとその後のコミュニケーションといいますか、どんな感じのなんか流れになってたりとか、どういうことをなんか強みを持ってやってらっしゃるって感じなんですか？まあ、もちろん個人独立系 VC と同じ立場でやらせていただいているので、もちろん個人としての支援っていうのは多分各ファンドさんやられてる内容とそんなに大きくは変わらないのかなというところが一つです。でもう一個、我々が一番出せる強みっていうところは、まあ伊藤忠グループをうまく活用した、主にこう売上を伸ばすというか、はい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 、作る側のご支援かなというところで、まあ、顧客紹介だったりもそうですし、伊藤忠グループいろんなサプライチェーンの事業会社がありますので、うんうんうん、そことのうまいビジネスの座組みを作るだったりとか、そういうあの売上を作るとかビジネスのシナジーを作るみたいなところが他社と比較してあの強いポイントなのかなと思ってます。ITV さんって VC なんだっけ？
CVC なんだっけ、はい、そのなんか強みとか住み分けって何なんだっけみたいな話は第3弾の方でちょっと深掘ってお伺いをしていければと思っているんですが、はい、今大体ファンドの概要感ですとか、はい、強みみたいなところをお伺いしましたけど、そのこれ見ていただいている起業家の方だと何ヶ月前にはあっときたいよねとか、どのぐらいのタイミングから山下さんとか ITV さんに相談とか行った方がありがたいよねみたいなところとかって、はいはい、実際その検討期間を含めどんな感じなんですか。本当に初めましてから、まあ、投資を検討させていただいて、はい、デューデリジェンスさせていただいて、うん、出資までっていうので大体いつも3ヶ月ぐらいかかりますよっていう話はしていて、もちろんそれより長くなることもあれば、うん、ケースセンター短いこともあるんですけど、実際のまあ検討としてはそんな感じ、うん、である一方多分これ他の方々も同じようにおっしゃってると思うんですけど、いつでもいいですよっていうのが基本的なスタンスでして、はいはいはい、もちろんその瞬間その時に投資の話にはならないことも多いんですけども、僕らとしても長くコミュニケーション取らせていただいた方が、うんうん、実際にデューデリに入った時にも短くできたりもするので、いつでもお待ちしてますとありがとうございます、はい、ただ何でしょう、実際山下さんが手掛けたというか担当された具体的な改めての投資先ですとか、例えばこういう会社はこういうところの可能性見出して出資したみたいなところだと、山下さん担当どんなところがいらっしゃるでしょう。ちょうどまあさっきお名前出したので、はい、まあ、よいさんという会社ですね。他の動画でも紹介して、はい、過去にもあのよいさんにもご出演をこの番組自体にもいただいているので、うん、ぜひあの概要欄にも URL 載せてあるので見ていただければと思いますが、改めてまあ簡単にだけよいさんどんなサービスで、はい、そもそもなんか出会いこんなんでどういうところに可能性見出した山下さんはみたいなところでどんなイメージなんですか。はい、よいの、 あのビジネス自体は、まあ、レベニューベーストファイナンスという形で、はい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 、まだ売上になっていない、うんうんうん、まあ、まあ将来債権って呼んだりもするんですけども、うんうんうん、それを買い取るみたいな形で資金を先に提供する、で後にその売上が立った時に確定債権になるので、はい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 、それを実際にまあ債権を、まあ、買ったような立った、うんうんうん、あの位置づけで資金を返してもらうというようなフィンテック企業という感じです。まあ、良いのは良さとか、はい、だからまあポイントはもう大きく2つかなと思ってまして、はいはい、1つはまあ企業さんと接点を持ってから実際に資金を提供するまでの時間、うん、が平均6営業日ぐらいって言って、まあ、最短でと2営業日とか3営業日で実現できるっていうところがもう一番の推しポイントなんですけど、これを実現するためには一応2つ要素が必要だと思っていて、まあ、1つは計算するため の、 あのデータをいかに簡単に早く取り出してこれるかっていうところが1つで、もう1個はその取り出してきたこの元に高速でスコアリングして どこの会社にどれだけお金を提供できるかっていうものをやるって、この2つのファンクションがすごい綺麗にできてる会社でして、だからこそスピードを重視した資金提供ができるっていう、まあ、強みにつながってるんですけど、うんうんうん、まあ、この2つがすごいしっかりしてるなっていうところが評価したというか、すごいいいなと思ったポイントです。結構お客さんはどういうレイヤーの方が今って多いんですか。ですね、業種でいうと今多いのはやっぱ SaaS と、D2C が、一番メインですね。であのスタートアップが多い、そういう意味では多くなるんですけど、うんうん、シリーズの遅いレーターというよりかはアーリーからミドルぐらいの会社さんが一番多いかなというような感じです。山下さんとしてはもともとどういう出会いだったんですか。よいさん、ですね、あの実際に投資検討に入った時には、はい、今の GP の中野との接点からなんですけど、僕は結構前から個人的に注目してまして、実はあの DM をホームページから送ったこともあったんですけど、これ返ってこなかったなんですけど、あれはあれですね、まあ、ずっといいなと思ってて、はいはいはい、たまたま中野が確か IVS だったかなと思うんですけど、接点を持って、まあ、話が来て、よしよし来たという感じで投資検討に入ったっていうのが僕の経緯です。スタートアップ投資 TV では資金調達が必要な場面ですとか、どういうふうに資金調達したらいいのかわからない方々に向けて資金調達相談の窓口というのをやっております。概要欄の方から URL 見ていただければと思います。それでは番組後半もお楽しみください。ちなみにもちろんなんかヨイさんとか RBF 系のマーケットって、あの投資したがってる投資家さんも一定数いらっしゃるのかなと思うんですけど、 ITV さんとの相性だったりとか、山下さんとして最終的に、まあ、投資家としてもあのオファーを出して選んでますけれども、企業間に選ばれた理由みたいなところってどんなところだったりしたんですか。具体的にあの聞いたことはないんですけど、はいはい、やっぱりまあ我々のファンド自体フィンテックの投資結構多いですし、うん、僕自身も新卒で入った伊藤忠商事の頃は金融とか保険とかの舞台にいたっていうところもあったりとか、うんうんうんしてたので、割とそのビジネスに対する理解みたいなのは早くできたのかなっていうのが一つですね。あとはやっぱり我々にその第3弾でも出てくるかもしれないけど、はいはいはい、期待していただいてるところってやっぱりその伊藤忠絡みをうまくできるかどうかっていうところなので、うんうん、その点は結構まあ評価というか期待感を持っていただいた上で、まあ、投資選んでいただいたのかなっていうふうには思います。なるほどですね、ありがとうございます。投資事例で挙げていただいたよいさんは、まあ、最近の投資案件というか投資先だと思うんですけれども、はい、
当然途中でお話しいただいたように、まあ、25年間やっていらっしゃる中で、はいはいはい、代表的な投資先とか、はいはいはい、バイネットはそのここの投資先はこういうご支援が実際実現できていて、はいはい、むちゃむちゃ売上貢献してるよねとか、はいはいはい、むちゃくちゃ伊藤忠テクノロジーベンチャーズらしい、はいはい、バリューアップとかできてるよねみたいなところでどんなところがいらっしゃったりするんですか？これはもう擦り切れるほどご紹介されてるかもしれないですね。はいはい、有名なところでいくとやっぱり、まあ、メルカリさんだったりとか、でかいっすね、あとはご支援の事例でも出てきたことあると思うんですけど、まあ、ラクセルさんだったりとか、で、まあ、同じファンドでいくとクラウドワークスさんだったりとかがいらっしゃるような感じで、はいはいはい、で実はもっと遡るとスタートトゥデイで ZOZO ですね、投資してたんですね、2号ファンドであったりとか、でもう少し前に戻るとイーギャランティっていう今東証プライムに上場してる会社なんですけど、ここは伊藤忠初なんですけど、そこにも出資してたりとか、結構いろんな領域にやらせてたりとかいう感じですね。例えばさっきお名前上がったラクスルさんとかだとどんなまあご支援なのか、はいはいはい、どういう感じだったんですか？ラクスルさんでいうと初回投資は2014年だったかな、おうおう、でその後追加投資もしてる感じなんですけど、まあ、ラクスルさんって中小の印刷会社さんが、はい、提携会社さんがいらっしゃって、はい、でもともとそこにこう案件をお渡ししてっていう流れだったと思うんですけど、もともとって各おのおの印刷会社さんが、まあ、仕入れを自分たちでやっていたっていう、うんうんうん、まあ、状態だったところを伊藤忠グループに伊藤忠紙パルプっていうですね、紙の卸をやってる会社がございまして、そんなのもあるんだ、はい、でその紙の卸をやってる会社さんが、まあ、バルクでラクスル提携会社さん向けに仕入れをして、はいはいはい、でお届けするっていうファンクションになったことで、まあ、平たく言うと原価が下がったっていうところですね、めちゃでかいができたりだとか、あとはその一部物流に関しては伊藤忠ロジスティックスっていう会社がサポートをしていたりとか、はいはいはい、そういう形で結構サプライチェーンのいろんな会社さんがグループにあるので、彼ら自身も新しいビジネスの機会として探してますし、その時にお互いにウィンウィンになるものであればよしやろうっていう形で結構進むので、そこが、まあ、一番こうシンボリックなというか分かりやすい事例かなと思います。結構じゃあ起業家の皆さんって伊藤忠グループのリソースだとかグループ会社の相性とかって見極めてきてご連絡とかご相談いただくことって結構あるんですか？どちらもありますね。本当にピュアに VC としてお話聞いてくださいっていただくこともあれば、伊藤忠シナジーを元にっていう形でいらっしゃる会社さんもあります。まあ、本当にじゃあ両面大丈夫っていう感じですね。そうですね、はい、ありがとうございます。ちなみになんか山下さんにこの動画見ていただいた方がご相談したいよという時ってどこで連絡するのが一番？一応Facebook もやってますし、はいはいはい、あとまあ Twitter も X ですねも運用してるので、何でもいただければ石橋さんに連絡でも大丈夫です。とんでもないです。概要欄の方に山下さんのですね X のアカウントですとか Facebook のアカウント URL を記載をさせていただいておりますし、もちろん弊社の資金調達の窓口っては保険の窓口みたいなサービスをやってますので、そちらの方からご相談いただいても山下さんであるとか他の VC さんとかもご紹介とかできるかなと思っておりますので、ぜひコンタクト取ってみていただければなと思っております。それではですね、第2弾の方では山下さん自身が普通に話していただいてましたけど、はいはい、そもそも誰みたいな話を伺っていければと思っておりますので、はい、引き続きよろしくお願いします。それでは皆さん第2弾でもお会いしましょう。さようなら。